たまらんな。どうも、シャケ男と同じ、シャケトリックマゴリです。シャケ！ということで、本日紹介するのは、こちらだ！じゃじゃん！アイアンマン3。こちら、iPhone ケースなんですけども、なんとなんとこちらね。まあ、とりあえずね、見てみましょうか。取り出すと、まあ、iPhone ケースなんだけど、よく見ると、こう立体的、3D なんですよ。まあ、ちょっとね、その分ちょっとごっつく見えるんですけども、でもめっちゃアイアンマン。で、なんか劇中のアイアンマンっぽくなんかこうやってね、こう分解できるんですよ。で早速、つけてみましょう。では、こちらに装着しますね。きた、これ。これすごいね。これパッと見アイアンマンからの iPhone。 このパッと見 iPhone か、 iPhone じゃねえよ、アイアンマンからの iPhone。 さあ、ということでこれね、さらに面白いことにちゃんとね、こうボリューム調整がこう横でできると。ただしミュートは残念ながらできないらしいです。で、ちゃんとこれね、起動したりすることもできるし、でコネクター類とかもね、イヤホンとかも全部ちゃんとさせるし、でこれどう見てもカメラ使えねえじゃないかと思うじゃないですか。なんとこちらもうね、アイアンマンっぽくメカメカしくなんか動くんですよ。お、いくぞ、ほらすごくないこれ、カシャーン。開いたり閉じたりするわけなんです。ただ残念ながらライトの部分は隠れちゃうらしいです。とはいえね、ちょこれかっこいいよね。いや、これめっちゃかっこいいよ。で、真ん中にね、こう、まあ、あると思うんですけども、この、ここの部分、実は iPhone の設定をしてると、なんか通知が来た時に光ることができます。ちょ、今都合よく LINE とかなんか来ないかな。都合よくなんか LINE かなんか来ない。もうね、胸の部分がね、光るんですよ。おー、これなんか来ないかな。あ、これ、ごめん、確かね、ミュートにしてると来ないかもしれない。ちょっと待ってね。すごいよくなんか来ないかな。あ、これ、光ってないな。LINE だと来ないのかな。あ、もう一回来ないかな。俺、光った！完全仕込みオツなんだけど。ほら、ほら、光る！すごくない？ちょっとね、今部屋が明るいから、ほら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 。ちょ、もういいかな。さあ、ということで、ありがとうございます。これいいよね。ちょっとね、普通に個人的に使おうかな、と思います。ということで、本日の、シャケマンは、ここで説明しよう。シャケマンとは、シャケクマがどんだけ満足したかというポイントである。ダルッダダン、93点。イエイ。いやー、これはね、文句なし。ただし、ミュートの部分が使えないのと、ちょカメラのライトが使えないのが若干、まあちょっとね、嫌だなと思うところではございますが、それにしてもこのね、ごついけどこのアイアンマンらしさがいいよね。ということで、ここまで見てくれてありがとう。おつくまきり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもシャゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。